河口大橋は、茨城県がた市と鉾田市を結ぶ、霞ヶ浦に架かる国道354号の橋で、ある。北浦に架かる5本の橋梁のうち、最も北に位置する。名称の、河口とは、平成の大合併以前に存在した鹿島郡と、行方郡の頭文字から取られた地名である。開通当時の両岸は、行方郡北浦村と鹿島郡太陽村であった。河口 大橋全域へ。東日本大震災で、橋桁崩落による通行負荷を経て、すべて撤去された。一車線の仕掛業、大橋一般県道土浦太陽線の一部として、1964年に着工して1968年に橋が完成して、開通した。後の1993年に県道が昇格して、 国道354号の橋梁の一つとなった。急橋には最大幅2.24メートル、重量14トンの大型車通行制限が設けられていて、対向車がすれ違えないほどに狭く、すれ違うためには途中に設けられた3カ所の対比レーンで対向車を対比するという交互通行をしなければならなかった。また、 かねてより老朽化も懸念されていたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災で橋梁の一部が崩落。茨城県警は走行中の車両が複数転落したと発表。翌日、水没車両1台が発見され、男性1人の死亡が確認された。2014年1月に、急遽のすべての撤去が完了した。 現在の市家業大橋震災以前の2002年より、新橋への掛け替えを含めた国道354号北浦バイパスの建設工事を行っており、当初2013年3月末の完成予定を目指して事業が進められていたが、震災による急遽の崩落を受けて開通が1年近く前倒しされ、2012年4月26日に北浦バイパスと共に開通した。 1> 約一年ぶりに、ほこた視察ゆくえしさ通山田間の往来が可能になった、ほか、車道福音8メートル、歩道福三3.5メートルとなり、従前の境愛問題も解消された。なお、開通に際する式典では、震災による崩落で亡くなった男性に対して、黙祷が捧げられている。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震で落橋したをし、河口大橋。 パイルベント橋脚2基も湖に沈んだ。後方の鋼桁橋は建設中当時の原橋。河口大橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。